中小国駅は青森県東津軽郡外ヶ浜町浅貝に多小国南田にある東日本旅客鉄道北海道旅客鉄道の駅である JR 東日本の津軽線と JR 北海道の海峡線が乗り入れているこのうち津軽線を所属線としており JR 東日本が管轄している 津軽線の東駅以南と海峡線には2016年3月26日まで津軽海峡線の路線相性があった。東駅は在来線における JR 東日本と JR 北海道の境界駅であるが、蟹田駅新中小国信号場間の閉塞区間にある停留所であり、施設上は太平駅との間にある新中小国信号場で分岐する。海峡線の旅客列車は、 全列車津軽線に直通していたが、当駅は通過するため乗降はできなかった。当駅に最も近い海峡線直通旅客列車の停車駅は、隣の蟹田駅であった。なお、太平洋北から蟹田駅まで乗車して、海峡線の列車に乗り換えても、蟹田駅で改札口を出場しない限り当たり駅、蟹田間の運賃は不要であった。2000年頃までは、隣駅として、 海峡線の津軽今別駅も駅名表に記載されていたが2007年から蟹田駅と太平駅のみとなった。海峡線に定期旅客列車が運行されていた時、JR 東日本と JR 北海道の乗務員交代は蟹田駅、青森駅で行われていた。津軽線の電区間内ではあるが、当駅に停車する列車は運用上の関係からすべて、機動車列車のみである。 短式ホーム一面一線を有する地上駅、青森駅管理の無人駅である。ありがとうございます。